爆心地を示すモーニュメント1943年頃の島病院正面メディアを再生する1946年春三村明が撮影した米軍映画撮影隊による物理的被害状況映像。中央に映る鉄塔付近に病院があった。左の建物が現在の原爆ドーム、右が旧広島商工会議所。島外科時代の外装。被爆後の広島市。同心円の中心が爆心地。島外科時代の看板と爆心地を示すモニュメント島病院は広島県広島市中区大手町にある医院のかつての名称。1990年代に島外科になり、2009年8月以降、島外科内科、2017年4月以降は島内科医院になっている。1945年8月6日に投下された原子爆弾の爆心地で知られる。1933年に開業。診療科は開業当初から近年に至るまで久しく外科であった。1945年の原子爆弾投下により壊滅したが、1948年、同所に再建された。1990年代に病棟を建て替えた際に、病床数を減らし、病院から診療所になった。また2009年8月1日、医院名が島外科から島外科内科に改められ、診療科も若干変わっている。さらに2017年4月1日より、診療科目が内科、消化器内科のみとなり医院名が島内科医院へと改められた。広島市への原子爆弾投下における爆心地として各時代の資料に島病院、島外科と記載されるが、これらはすべて現在の島内科医院にあたる。1945年8月6日に原子爆弾が投下された際、病院の上空でリトルボーイが炸裂したことが調査により判明したため、同所が爆心地とされている。島病院は1933年8月31日、広島市佐久町 29-2 に外科病院として開院した。壁1メートル以上の頑丈なレンガ造りの2階建て、正面玄関両脇の円柱と丸窓を特徴とするモダンなデザインの病院であった。初代院長は島薫である。薫は、安芸郡中野村で代々続いていた医者の家に生まれ育ち、旧制広島県立広島中学校を経て、旧制大阪医科大学を卒業。その後、欧米での医学研究生活などを経て、広島に帰郷、同所にて開業した。開業当時は、大阪医科大学の後ろ身である、大阪帝国大学医学部の講師も務めていた。病院を建てる際には、アメリカ留学時代に感銘を受けたセントメアリーズ病院の運営方針を半年、患者が低料金で治療、入院が受けられるように工夫したという。被爆前、佐久町内には島病院を含め5つの医院があったが、島病院は安い治療代と盲腸もすぐ治ると噂されたほどの手術のうまい病院として評判であったと言われている。1945年8月6日、B-29、エノラゲイから投下された原子爆弾、リトルボーイは、島病院南西側の上空約600メートルで炸裂した。原子爆弾の炸裂によって発生した爆風と高熱によって病院は跡形もなく大破、炎上し、80人余りの職員と入院患者は全員が即死した。しかし、薫と付き添い看護婦一人は、前日の8月5日から、世羅郡鉱山町にある知人の病院に、出張診療に出かけていたため難を逃れた。電話連絡により、市内が壊滅的破壊を受けたことを知り、また救援要請を受けた二人は、三人の患者のうち一人の手術を終えた後、直ちに広島市に引き返し、その日のうちに入死したが、激しい炎に遮られ、病院に帰着できたのは、翌8月7日の午後であった。帰着した二人は、瓦礫の下からおびただしい数の白骨化した遺体を発見、焼け残った器具ケースの中にあった手術用具のみが、島病院の唯一の痕跡であったという。薫は、鉱山の知人の病院から持ってきたわずかな救急用医療資材を持って8月6日の夜より商工会議所前の広場で被爆者の救護活動を始め、その後、救護所となった袋町国民学校で被爆者の救護活動に従事したという。1948年、物資の乏しい中で、木造モルタル2階建てで同所に再建された。薫は戦後、被爆についてあまり語らなかったという。薫の長男の島和秀は、戦争中の話は、母親から間接的に聞くだけだったと語っている。なお和秀は、原爆投下時、被爆軍最上長に学童疎開しており、難を逃れた。薫は、私の新しい病院は平和と貧しき者、窮乏したる者を世話することに捧げられているという言葉を残している。現在、島内会員の玄関横の道路には、爆心地であることを示すモニュメントが設置されている。島薫に関するカテゴリー。ありがとうございます。